では勝利記者インタビューに入ります。巫女見事第33回浜梨賞改正ドクターで勝利しました阿部武富騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この馬で重賞を勝ちました。今のお気持ちお聞かせください。そうです、まあ、嬉しいです。やっと取れたって感じで、はい、やっと取れたということでしたけど、今まで重賞で2着3着幾度もあったんですけど、その時その時の思いっていうのはどんな思いでしたか。そうですね、まあ後ろから降りて届かずで2着なってみたり、まあ、刺されて2着3着なっていいレースはしてたんですけど、なかなかね取れることができなかったんで、まあ、今日は取れて本当に良かったです。今日はハンデが700キロで、レースでしたけども、このハンデ面どのように感じてましたか。そうですね、まあ、ハンデはあったんですけど4歳ということもあるし、まあ、最近ね調子がずいぶん上向きっていたんで、まあ、絶好調の形で、まあ、今日迎えられたんで、まあ、自信を持って騎乗しました。いい状態で自信を持って騎乗しましたけども、あのレース道中の手応えなどはいかがでしたか。そうですね、まあ、道中も先行を取れて、まあ、手応えはすごく良かったんで、まあ、2着の馬が、ね、思ったより結構歩いてたんで、まあ、必死になりましたけど、ね、ゴール前はなんとかという感じだったんですけど。そうですね、まあ、ハンデがあったんで、まあ、スピードある3歳の牝馬だったんで、まあ、ゴール前ちょっと垂れるだろうとは思ってたんで、はい、そのあたりも計算のうちですか。そうですね、改めてこの解説ドクターのいいところを教えてください。そうですね、まあ、重くても軽くても、まあ、自在性のある馬で、まあ、降りたりもね結構足使ってくれる馬なんで、まあ、結構いい馬かなと思いますけど。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、これからもいいレースをお見せできるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。阿部武富騎手でした。以上をもちまして第33回浜梨賞勝利騎手インタビューを終わります。優勝馬関係者の皆様おめでとうございました。